川崎火力発電所は、神奈川県川崎市川崎区大木町8番3号に、ある、東日本旅客鉄道の火力発電所。鉄道省時代の1930年に運用を開始した発電所である。それ以前は、大正時代より、矢口発電所、赤羽火力発電所という二つの発電所が運用されていたが、東京近郊の、いわゆる国電区間の電化の際に、 電力の安定供給を目的として、東発電所が建設されたものである。日本国有鉄道から JR 東日本に引き継がれている。品野川発電所と合わせると、首都圏の JR 東日本で使用する電力の9割を賄っているほか、子会社の JR 東日本ビルディングの建物などにも供給されている。また、国鉄時代から東海道新幹線、マルス、 鉄道総合技術研究所に供給されており、それぞれが別会社になった今も供給されている。2009年には、品野川の水利圏に関わる不祥事で、品野川発電所が創業停止になることから、JR 東日本は、東発電所をフル稼働させ、不足分を東京電力より購入していた。また、当該発電所は年平均14回、程度故障しており、 最悪のケースでは、電力不足が懸念されていた。なお2010年6月10日より、品野川発電所の稼働が再開されている。国鉄時代の1957年に、日本建築学会賞の作品賞を受賞している。JR 東日本では、老朽化した、季節1号機及び季節4号機を廃止し、LNG を燃料とした。 コンバインドサイクル発電設備を3基設置する計画を発表。2014年に4号機が2021年に1号機のリプレイスが完了。ありがとうございます。